こんにちは。今日は私は羽根木公園というところに来てます。場所は梅ヶ丘。私の駅から小田急線で、少し5分ぐらいのところですね。ここは大きな公園で1956年にオープンしました。で、中には私が今いるところは梅の木が650本ぐらいある、梅の林になってます。あと野球のグラウンドとか、テニス場とか、あと図書館、あと日本庭園じゃない、茶室もあるようです。で、今日は2月の5日ですね。ようやく立春、春のスタートが始まって、カレンダー上で、梅が結構咲き始めました。今日も、たくさんの人がここに訪れてます。私の後ろにも梅の花が咲いてます。まだでも南部咲きとかいう感じでいくと、半分もいってないぐらいですかね。でも結構綺麗です。あと梅の花は桜と違ってすごく香りがいいので、この辺り一面に香りが漂っています。今日の持ち物はコーヒー、家から持ってきた紅茶、あと最近好きな、これはクラッカーっていうのかな、中にピーナッツが入ったクラッカーです。すごく美味しいです。義理の母がどっかで買ってきて、私が好きになったんで何回も買ってきてくれてます。いただきます。紅茶美味しい。ローズティー、ピーナッツが美味しい。梅の花には2種類あって、こういう白いやつと、あと真っ赤なやつがあります。桜はどちらかというと薄いピンクなんですけども、梅のやつはすごく真っ赤な色してます。外国人の方が見たら梅の赤い色の方が好きな人もいるかもしれない。このビデオの後でアップしておきます。ちょっと周り見ますか。今年はコロナのおかげで、今も緊急事態宣言2本続いてますから、3月の7日までになりました。1ヶ月延びて。この2月のこの時期っていうのは、たくさんの本当は梅祭りが日本中であるんですけれども、全部中止ですね。残念です。ここも本当は、梅祭りという祭りで、屋台とかいっぱい出てですね、みんなたくさん、もっとたくさんの人が集まって、家族連れで楽しむようなイベントになってたはずなんですけども、祭りは中止になってます。でも、見ていただくように、今日は後でビデオを載せますけども、梅は咲くので、自然はそのまま。それは私たちは楽しもうと思えば楽しめると。今年はしょうがないですね。だから来年もし、この時期に日本に来られる方がいれば、2月の最初の週から3月の最初の週ぐらいまで、日本中で梅祭りやってます。非常に綺麗し、香りがすごくいいです。桜の花っていうのは香りしませんけども、梅の花っていうのはすごく香りがいい香りがします。独特の香りで甘い香りがします。皆さんも気に入るんじゃないでしょうか。で、その時期には例えば梅から作ったものを一緒に売るという販売もたくさんやられます。例えば梅酒とかね、梅酒好きな方も多いんですけども、そういうものも一緒にたくさん販売されます。
食べ物も当然そうです。梅に由来したいろんな、食べ物がこの時期だけ作られて販売されます。ぜひ2月3月に日本に来る方は楽しみにしてください。まあ、来年は大丈夫でしょうと望みます。でも今日は本当に天気いいな。気温はそんなに日本今の時期だと一番寒い時期に入ってるんで、高くないですけども、太陽がこんなに照ってるのでもう全然寒く感じないです。こう太陽の光がこう肌にずっと当たってるとちょっと暑いぐらいの感じですね。まあ、これが日本のこの冬から春にかけての天気なので、多分ヨーロッパとかの天気とかとは全く違います。ヨーロッパの冬って天気悪いもんね。私も何回もヨーロッパ冬に行ってますけども、まあずっと曇ってるし雨だし雪だし寒いし、日本はこんな感じです。ぜひこの時期冬でも日本を楽しめますので、ぜひ計画を立てる時には考えてみてください。それでは。